白飛び、うわー すごいよね。めっちゃ白飛びしちゃう。めっか。暗くなりました。今回は珍しく赤ピンクが入ってます。紫とかも入ってる。なんかね、少し前にパーソナルカラー診断に行ったんですよ。その時に似合うって似合うとされている色を、髪色を教えてもらってきた時に、びっくりなことにバイオレット系の、バイオレット紫とかピンクっぽい系の方が寄り合いやすいって教えてもらってから初めて赤っぽくしてみる。ちょっと今わかんないんだけど、太陽光とかで見るとほんのり赤みが入ってたりする。 そうそうなんです。からちょっと色落ちも楽しみだなと思いつつ、そう18日のね、おしゃべり会でね、セーラー服着るんですよ私。 だからね、その時までにちょっと暗めにしたいなって思ってて、暗くした。 そう、赤ちょい赤だよーみたいな色。 そうね、真似して恐ろしいよ。セーラーなの、やば。 やばいよね。ちょっとすごく今心配になってきてるんですけれども、大丈夫でしょうか。 めちゃくちゃドコスプレです、セーラー服。そう、なんかセーラー服ね、なんか何色にしようって思って選びました。 割とおおって色かもしれない。でも王道なのかな、どうなんだろう。ねえ、初めてセーラー服、初めては嘘だね。 嘘でした。なんか、でも自主的にこうやって制服着るときにセーラー服を着るのがあんまりないから初めての感じで、ちょっと今から緊張するというか、なんかそわそわしますね。急なリップ ごめんね、いつも急に乗り始めちゃう。このフォーメーションファーみたいなね。 そう、初出しセーラー服。そう、あとみんなに質問箱でね、募集を募ったんですよ。おしゃべり会の服装の日程を決めるときに、そこでの格好のこととか髪型とかを組み合わせて決めてみたんだけど、セーラー服の日はポニーテールします。 だからもう本当に私18日は私は JK だと思ってするから、みんなよろしくね、そのつもりで。 私 JK だからねって。 そう、でもね、すごいセーラー服って憧れてたな。可愛いよねセーラー服。新潟はあっちかね。新潟はね、今蒸し暑いね。ジメジメしてる。多分みんなのとこもそうかね。あ、ブヨ見て。じゃーん、治ったとは言いにくいのか。こうなった。なんかあざみたいになっちゃったって感じです。 そう、けどね、もう腫れがすっかりなくなって。そう、前配信した時がね、ブヨ発覚した日で もうすごかったのよ。なんかね、もうほんと真っ赤っかで、わっ、日の丸ですみたいな感じ になってて、
そうなの、なんかあざみたいになりました。でもね、だいぶ良くなった。そう、なんかね、かゆみも痛みも何にもなくなってきて、もう何もしてないです最近ただめんどくさいだけなんだけどお薬も塗ってないし、飲み薬も飲んでないなんかね、お医者さんが痒くなくなったらお薬ちょっと強いやつなのでしない方が逆にいいかもしれませんって言ってて、それをいいことにサボってますそう、ぶよかゆだいぶ良くなったね。上手上手だじゃあれ良くなったよね。だいぶ良くなったね。本当にね、びっくりしちゃった。初ブヨだったんだけど、人生初ブヨで、ちょっとブヨ舐めてましたね私、完全に。こんな痒いとは思わなかった。うん、そうなの。みんなも気をつけて。なんか聞くところによるとね、なんかこの暑くも寒くもないというか、暑くなる手前の時期が一番ブヨが繁栄するらしくって、まさに今くらい、梅雨とか梅雨前とかがすごいらしく、そう、気をつけてみんな、かゆいからねブヨ。私はブヨを許しませんおこ、私もね、一生ブヨのこと憎むって決めたんだ。そう、ブヨめって思ってるよ嬉しい、一緒に怒ってくれてブヨちゃん。いや、私がね、もう許せないのは、ブヨはね、噛みちぎるんですよ、人の肌を食って。それが許せないね。絶対後残るじゃんね、そんなの。よくないね、本当にうん、困った困った。ブヨったら困っちゃうんだから常に憎まれるとか羨ましいどういう感情なのなんで憎んであげようか、憎んであげようか、うん、羨ま、けしからんちょっと羨まって出ちゃってんだけどねちょっと羨まもよくわかんないんだけど面白い。もうブヨの時のみんなのコメントが面白すぎて、すごくツボでしたみんなブヨになりたがってくれるうん、許せない許さない、だけど感想だけ教えてほしいちょっとちょっと興味持っちゃってんのよブヨに美味しかったですかって聞きたいのいやでもね、絶対美味しくないと思うのよ。なんで、なんで噛むんだろう。え、髪の毛すごい明るくしてピアスも開けたから、早くお話し会で見せたいの。えー、楽しみ。絶対可愛いじゃんか、ギャルちゃん。いいね、ピアスか。ピアスね、開けたいって思ったこと何度もあるんだけど、やっぱ怖いよね、勇気が出ないで。なんか病院とか行くのもあるけど、なんか今あるじゃない、なんかよいしょパチンパチン開いたみたいな、ちょっと語彙力がないんだけど、なんかあるじゃない。それで友達が前にやってて、そんな簡単にできるのって思って、ちょっと興味持ったんだけど、やっぱ怖いね。うん、怖いよね。でもピアスってさ、やっぱ可愛いのいっぱいあって、開けてみたい欲あるよね。自分に穴開けると思うと悲しくなる確かに、え、穴開けるってでもすごいよね、よくよく考えたら。しかも昔の人はさ、そういうピアス開ける道具がなかったからさ、安全ピンとかで開けてたわけでしょ。
ね。しかも私結構耳たぶ熱い人間だから、なんかすごい名前ったね今。耳たぶがね熱い人間だからちょっと通らない気もしてきて。痛いよね絶対。わかる、聞くだけでも痛い痛いってなるもんね。後ろに消しゴム当ててやるんだ、こうやって。すごいね、すごいな。画鋲と消しゴム痛いよ。とにかく針を刺して開けてたんだね昔の方。痛いよね。ブヨに開けられるってブヨがね耳たぶのとこ噛んでくれたらもう穴開くかなみたいな。あ、なんかなんか耳倍になっちゃう。ポーンみたいな。ねえ、もうでも憧れはあるな。あ、そう、ピアッサー、そう、ピアッサーが出てこなかった。それそれが言いたかった。ピアッサーっていうので今開けるみたいですね。すごいな。含み、うん、ファッション、え、嬉しい、ワンピースです。そう、今日写真撮ってもらったというか、あの髪暗くしたよみたいな写真を撮ってもらったから、後でツイッター載せようかなと思っておる。可愛いのこのワンピースの色が。そう、このワンピースの色味がこの青と、あともう一つ紫と、あともう一色買って、可愛すぎて二色買いした、初めて。だからこれともう一つ紫もある、二色買いしてしまいました。うん、可愛いよねこの色、めっちゃ好き。この淡い薄いシャーベットカラーみたいな。そうなの、最近青系着るようになって、そう、楽しい。今まで青全然着てきたことがなかったのね。でもそう、パーソナルカラー診断で薄い青、淡い青めっちゃ合うよって教えてもらってから好きになった。もっとゆめかわ、可愛いよねこの淡い感じが。嬉しい。あ、サマーグッズありがとう、予約してよ。そう、すごいよねあれ、なんかなんだっけ、扇風機となんかだよね。ねえ、すごいよね。あ、だだだ、ぜひみんなチェックしてみてください。浴衣着てるんだ。あの時マスクしてもまつげ下がらない方法知りたいです。え、わかる。わかる時って本当にね、この時期なんて特にそうだよね。梅雨だとさ、湿気もあって、あとマスクの湿気もあって、もうダブルダブルでもよいしょってなっちゃって挟まれてしまってね。でもね、本当にあのとにかくまつげをサラサラにすることがいいって最近気づいて、まつげにもうお粉はたえちゃう、ポポンって。なんかね、まつげに例えば乳液とかの油分が残ってると、なんかね、それで落ちやすくなっちゃうこともあるみたいで、そう、それを知ってから最近まつげに粉はたえてます。そう、粉はたえてサラサラにしてから、あとは下地、マスカラ下地を塗りすぎないようにしてる。なんかまつげがあって、まつげのここだけにたっぷり塗るようにして、毛先は優しくフォンって。伝わるかな。ちょっと語彙力がない、説明力がなくてね、申し訳ないんだけど、お粉振ってビューラーで上げて、下地を根元だ、根元だけにたっぷり目につけてあげて、で
マスカラを、マスカラもちょっとこう目元、気持ち目元多めに塗って、あと私が一番信頼しているホットビューラーでもうギュインギュイン上げてあげるそうと落ちにくくなるよ。でもね、わかる、めっちゃ私もまつげ日によってすごい下がって、最近マツパ行きたいなって思ってる。うん、絶対楽ちんだよねすごい、ちょっとね効果音がそう、ふわんって塗るのさ、ふわんって塗ってベタンってしてクリーンってしてギュインってあげるほんとちょっと伝わったかな、伝わった、大丈夫かな今の説明、奈良ちゃんまつげね、そう最近まつげパーマに行きたいなと思っております。ホットビューラー全然使いこなせない、え、わかる、私も初めてホットビューラー使った時にもうほんと使いこなせなさすぎて、あと熱くなるじゃない、だからここが熱くなることに慣れてないから怖すぎてずっとできなかったんだけど、やっぱね慣れだったもう慣れたらもうね、熱いなんて言ってらんなくな、言ってらんない、なんて熱いという概念がなくなるというか、あ、これがホットビューラーだよねってなる伝われ語彙力本当に語彙力がなくて困ってます、最近本読もう誰かおすすめの本教えてくださいそう、そうホットビューラーの、そう極めてます、いつも。あ、そうミュウミュウ、そう松葉したって言ってて、そう教えてもらって行きたいと思ってたのね。やっぱね、絶対楽ちん。だっておはようって起きた時にもうまつげがくるんってなってるって最高じゃない、最高なのよね、だから最近まつぱしたいなって思ってる。うん、甲子園確かにそれが一番だね国語辞典とかまだちなみに小学校の時の残ってるけど勉強しようかな、それで語彙力。うん、あ、つくかわいい、嬉しい、かわいいみゆ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 、かわいいみゆみゆ、そう、まつげはふわん、ぎゅいん、くるん、それです完璧そう、その効果音さえ覚えとけば完璧そう、そう本ね、なかなか、あの中学校の時はあの必ず朝本を読む時間、読書の時間があって、そう自分で小説を持ってくるか友達に借りるか、あと図書室で借りるかして、絶対に読まなきゃいけないという時間があって、そう、あれ小学校だったっけ、あれ中学校だったっけ、なんかあったのよ。それ以来やっぱり卒業してからなかなか小説とかを手にすることがないから読む機会が全くなくて、そうずっと今まで小学校の時は絵がないと読めない人だったの私完全なる子供脳で絵本大好きだったのね。だから小説とか読んでてもなんかもう途中でもうなんか分かんなくなってきちゃって、あ、整理できないみたいなで絵もないから、え、何これどこみたいになっちゃって理解力がなかったんだけども、そうバムとケロめっちゃ読んでたんだよね小学校の時そうなんだけど、ハニーワークスっていうアニメというか歌もある、なんて伝わるかな、歌もあるしアニメでもある、なんか恋愛小説漫画なんだけど、それがね小学校の高学年の時にめちゃくちゃ流行って、
友達がね教えてくれて勧めてくれて知って読んだらばまあ面白くて、そこから小説を読めるようになりました。ハニワ大好きだった。そう、告白実行委員会っていうシリーズがあって、1,2,3,4,5,6 人のね男女が出てくる、あ、3人の男女が出てくるんだけど、そのシリーズがその男女で一カップル、男女で一カップル、男女で一カップルっていう3種類のシリーズというかお話だ、物語があって、でその物語別で小説も違うのね、一個一個。でももう全部つながってて、なんて言うんだろう、語彙力がないね語彙力がないんだけど、そう、全部物語はつながってて、そうそう、みたいなのが面白くてハマりましたね。めっちゃ見てた。あと歌も大好きで、そう、ボカロがすごく流行って、ボカロ大好きでした。うん、愛してるのはだけど同じ人間をしいな。そう、小説それ以来読めるようになったんだけど、やっぱりね、卒業、高校、中学卒業してしまうとどうしても読む機会がなく、新たな趣味にしたいですね、読書。なんか小説ってやっぱりなんか言葉を学べるってよく聞くから読みたい。うん、読みたいな、なんか素敵な本おすすめあったら教えてください。うん、ボカロ懐かしい、めっちゃ聞いてたな。すごいね、本当に私とドンピシャだっていう子が必ず一人はいると思う趣味が必ずね、たどる道だと思うの。うん、隅の夜さん、え、調べてみよう。もう本当に無知なんだよね、いっぱい教えて。なんかすごい作者さんによってもね違うみたいよね、物語の雰囲気というか。ドラマの小説版とかいいんじゃない？あ、あるよね、なんか実写化した原作みたいな、よく見る気がする。確かにそれだったらね、原作知れるし。あ、ちょっとこれずらそう。あ、よいしょよいしょ。ああ、ジェネギャジェネギャですか。すごいね、そう、本趣味にしたいななんてここ最近は思ってたところ、なんだけど行動に移さないんですよね悪い癖、悪い癖、よくないよくない。だからね、今年こそは何か一冊ゲットしたいというのを目標に。絵本ならたくさん知ってるんだけどね、わかる、私も絵本ならめちゃくちゃ詳しい自信があるの絵本大好きだったな。もう小学校のその埴輪の小説に出会うまでは本当に絵本人間だったから。そう、何読んでたっけ、なんかいっぱい読んでたな。あ、わかったさんとか困ったさんとか覚えてるかな。分かったさんのなんかお料理シリーズの絵本があって、あれもでもちょっと小説とまではいかないけど、絵がちょっとそんな頻繁に多いわけじゃないから、もしかしたら絵本ではないのかもなんだけど、分かったさんめっちゃ読んでました。そう、分かったさん大人気で、もう図書館で、そう、
貸し出されてるタイミングでいかに早く借りられるかみたいな感じでした。あとはフェアリー妖精の本があって、マジックフェアリーだ、そのシリーズも大好きでしたね。え、懐かしい。あとなんだろう、あと私デコちゃんとか好きでした。わかるかな、デコちゃん。デコちゃんっていう可愛い女の子の絵本があって、可愛いって見てた。解決ゾロリ懐かしい、読んでた、あったな、懐かしいな。うわ懐かしい、ゾロリ、うわミッケ、ミッケ懐かしい、大好きだった。そう、なんかミッケ一回禁止令出されたことあって小学校の時なんかあの読書の時間、国語の時間がまるまる読書の授業というか、読書を読む、ただひたすら読むっていう時があって、その時にあのミッケをね、あの班ごとでね机に座るんだけどミッケをね班の男の子が一人取り出してそしたらその私たちの班みんなでミッケ大会が始まっちゃって絵本読む、絵本とか小説を読む授業なのにミッケ大会始めちゃって、そっから私たちのせいでミッケ禁止令が出た覚えがあります懐かしい。そう、遊びになっちゃうからねっていうので、うん、そうそう、あ懐かしいな、ミッケやってたな、楽しいよね。あれもでも一応絵本なのか。読書感想文書けた人、あそう、小説読めないとか言ってこんなこと自分で言うのあれなんだけども私算数がとにかく苦手だったんだけど、国語は唯一できたのよ、なぜか。なんかね、文章とか書くのはなぜかできてた気がする、多分そう、国語はね確か点数が良かった記憶あるな。そう、いつからこんな語彙力がなくなってしまったんだろうかおかしいな、多分おそらく小学校6年生ぐらいの語彙力で止まってるんだと思う私そう、今わかった、今のこの年になって語彙力低いなって思うのは多分そこで止まってるのよ。でもその当時はめちゃくちゃ多分語彙力あった方なのそうなの。いやー懐かしい、読書感想文とかもあったね、ね最近学童のバイト始めたんだけど、小学生のが言葉スラスラ出てきて負けてる感感じてる悲しい泣いた負けたってなるね面白すぎる、なんか虚しくなるよねすごいよね本当に、私は一体何をしていたんだろうって気持ちいや本当にすごい、もうなんか尊敬しちゃうね、すごいよ今の子はすごいんだわね。えいやでも学童の先生してるってすごいね、ねえ昔ねテストでちょっとあれ 8点みたいなのが聞いたことあったんだけど、あれ気のせいかな、理科のテストでなんかそんなことを話してた記憶があるんだけど、すごいね学童の先生やってるんだ、すごいな。でもなんかさね、ちびっこちゃんに教えるってすごい楽しそう、やりがいありそう、うん、懐かしい、クモンとか言ってたな昔。私クモンの先生の指サックが大好きですごい独特なんだけどクモンの先生の指サックが大好きで、それをなんかそれであの答えを
なんていうんだろう、答え合わせかしてくれるときにいつもこうやって指先はめてしてくれるのが好きで、その瞬間をずっと楽しみに頑張ってた独特でしょ。そう、指サックが好きだったの先生の。そう、でもな、言ってたな、そういえば。あとは、あ、そう、 NGT 入る前に友達と塾に行ってたんです。ちゃんと頭良かったんだよ、だからそう、塾の先生のおかげさまで、そう、一応行ってたんですよ。でも NGT に入ってから塾を辞めて、そしたらば、あり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 、瞬く間にという感じでおかしいなという感じそうそう、だからね、割と中1の夏に NGT に入ったんだけど、中1の夏で勉強が止まってる感じで、ずっと。だからほんとね、高校大変だった高校でもね、あの1年に1回テストがある高校だったんだけど、もうそもそもの基礎が多分中学校1年生とか中学生で習う基礎を分かってないと解けない問題がたくさんあったのね。大変だったけど、マークシートだったから勘でなったかなったちょっとその辺に関してはちょっと私自分をすごく褒めたいなと思ってだからある意味これは本当に合格で良かったのかって感じなんだけど、合格ってことにしましょう。うんそう、学び事はその塾のみだったの。そうだね、クモン行ってたのと、あ、クモンはでもね、割と低学年で辞めちゃって、塾は高校、間違えた、高学年に友達と行き始めて、でも言うて2年くらいしか行ってなかったのかな。そうそうそう、マークシートでね、あと正解できちゃったんですすごいよね、運も実力のうちって言いますし、震え声そうだよねまあでも大事だと思うんだよね、運って今後ね、こうね、こう進んでいく中で、こういうマークシートの運ってすごいね、結構大事だと思うんだよね。そうだから、これも一つの才能だよねそう、マークシートの名人、ぜひそう呼んでください運があるんだか、勘が当たっただけなのかどうなのかって感じよね。すまんな、塾入ってないのに優秀で、うわっうわっ、そういうこと言うんだ採点マウント取るんだ、うわいいね、優秀くんじゃん、すごいね。本当に私塾に入って結構精一杯だったから、本当にすごいと思う。塾なしで、だって学校の授業だけできちんとねってことだよね。本当にすごい。だから友達とかも結構塾行ってない子もたくさんいたから、本当にすごいなって思ってた。うん、ねえ、すごいよね。いやー、懐かしいな、すごい、めっちゃ懐かし話しちゃった、長々とすごい、ショールームよく長懐かし話しがちです。うん、そう、マウント取っちゃってくまん、いくま、賢い人のノートって綺麗だね。そう、本当にそう、それは思う。なんか友達ですっごい頭いい子がいて、もうノートがめちゃくちゃ綺麗で簡潔って感じで、そう、あの私は落書きとかしちゃってたタイプでしたお恥ずかしながらおかしいな、ノートが綺麗だったら賢くなってたのかしら
もうね、無駄に落書きとかしちゃうタイプでした。もう芸術芸術もう勉強より芸術でした、私のノートもうなんかいちいち絵にして描いちゃう人で、そう、あとこれは何々だよみたいなこと言ってるキャラクターと文字を、先生の助言をキャラクターと一緒に書いてたりしてて、なんかもう割とノートってよりは落書き感が強いノートでした私は今見返したら黒歴史すぎる。そうか、多分芸術の才能はもしかしたらちょっとだけあったかもしれないそう、もうとにかく絵にしたがるっていう。そう、いなかったな、そういう子。私だけかな。多分みんなのね、学校にも一人はいたと思うの、そういう女の子。ノートがめちゃくちゃキラ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 してて、なんかカラフルでなんかキャラクターが書いてあって、なんか説明してるみたいなそう、おそらく私ですそう、野菜に手足かきがちそう、ほんとね、その時から健在でした何でもかんでも、そう、何でもかんでも私物に顔を描く癖があって、その時からなんか、何だったかな、数学の授業とかでなんか図形の図形の問題とかあるじゃない、授業で、それをノートに書くときにいちいち丸とか三角に顔を描いてた本当に勉強する気ありますかって感じだよね恥ずかしい、本当に恥ずかしい。だからやっぱ私ね、芸術だったんだよね、ノート多分ね、図形がなんか生き物に見えてたんだと思う、うん、そう、つぐちゃんのイラストめちゃくちゃ可愛くて好き。え、嬉しい、本当。なんかそう、結構 NGT に入ってから私の絵好きって言ってくださる方がいて嬉しい。あのゆるゆるな落書き感満載な、うん、私マイキャラで黒豆くんっての使ってたえ、わかる、あのさ、自分の中に一人マイキャラっているよね。いや、わかる、めっちゃわかるえ、ちょっと黒豆くんみたいな、気になる。私何だったかな、あのね、いたのよ、あの顔が丸で、顔があって手足が生えてるみたいな。あ、でその時から今のサイン、私の今のサインってこう、つぐみって書いてクマになってて、上にこの目を生やしてるんだけど、そう、そうだわ、そういえばその自分の前キャラにもこういう目が生えてた。そう、懐かしい。なんか残ってないかな、残ってないか、なんか自分で絵描いてマイキャラがいました。そう、あ、そう、本当にかいわれくんみたいな感じかも、なんかそういう感じのマイキャラがいて、そう、なんかね、小学校の時から頭にこういう目を生やすのハマってたんですよねそう、いやー、懐かしい、前キャラいたわ。あとね、マシュマロちゃん私マシュマロちゃんがいた。そう、マシュマロちゃんと、あと何いたっけな、なんかね、すごいいろいろキャラクターいました。授業によってね、あの急に現れるんですよ、いろんな種類の前キャラが急にマシュマロ出てきたりとか、そうそうなの、そうなの。いやー、懐かしい、書いてたな。そう、食べ物めっちゃ擬人化してた、とにかく。あとはもうなんか無理やりでも授業に関連付けたキャラクターを作ってた。例えばさっき言ったみたいに数学の授業だったら図形ちゃん、図形くんみたいな、ただ丸に顔描いただけみたいなやつが
先生が言ったことをこうやって説明してるみたいな。本当に恥ずかしいよ、思い返したら。普通にさ、先生の助言みたいな感じで書いとけばいいのに、キャラクターが言ってる風に書いちゃってた私。伝わるかな、ちょっと伝わる？なんかこうやって指さしてるキャラクターがいて、でここに先生の授業を書くみたいな。本当に恥ずかしい。ね、今思い返したら恥ずかしすぎるよね。そうだからすっごいノート書き終わるの遅い人でした。間に合わなくて落書きに力入れちゃって。そう。そう、ここがポイントだよみたいな。そうそうそう、恥ずかしい。今考えたら恥ずかしすぎるな。あと何かと文字に枠つけたがってた。こういう、あの、伝わるかな、例えばその授業の目次みたいなのあるじゃない、目標か、何々をしようみたいな、それに無駄にこういう枠つけてた、おしゃれな。あとそこの下に星描いたりしてた、なんか流れ星みたいにして線引いて。本当に恥ずかしい。もうとにかく落書きしたがりでしたね。うん、わかる、よく卒業できたよね。そう、小学校の大松のみちゃんはそんな感じでした。中学校になると割とマシになったかな、割とシンプルになった気がする。だからほんと小学校のノートは黒歴史ですね、うん、え、わかる？え、わかるよね。よかった、わかる人がいた。もうとにかくね、なんか可愛い線とかつけたがっちゃうのよ、わざわざ色変えてこいって。懐かしい。いや、めっちゃ懐かしいな。ペリーのヒゲに点々2つつけなかった。え、分からん、なんだろう。でもよく教科書の偉人に落書きはしてた。一番悪いやつ。もうね、そう、よくやってた、偉人に。なんかその時すごい女の子の絵を描くのがやっぱり好きだったんですよ。だから偉人をめっちゃ可愛くしたりとか、すごいまつげバサンバサンにしたりとか、そう、あとなんか唇つけてあげたりとか。すっごい目大きくしてあげたりとか、あと髪型可愛くしてあげたりとかしてた。そう、いやー、ちょっと教科書出てこないかな、もうとか捨てちゃったかな多分ね。すごい社会の時の教科書落書きだらけだと思う。うん、あともうこの時点で授業やる気ないだろうって感じなんだけど。教科書にこう偉人の写真が載ってるじゃない、それをいかに上手にノートに書き写せるかって隣の男の子と勝負してた。懐かしい。そう、デッサンみたいなしてた。もう授業する気ないのよ、もう絵を描きに行ってた。そう、難しいな、社会の時間。私ね、清少納言描くのめっちゃ得意だったんですよ。清少納言のデッサンめっちゃ上手で。そう、唯一褒められた、そのデッサンだけは。え、上手くねってめっちゃ言われた。そう、他全然描けなかったんだけど、清少納言だけはめっちゃ上手だった。そう、懐かしい、戻りたい。めっちゃ戻りたい。ほんとね、小学校5、6年生はふざけてしかなかったね。そう、楽しかったな。前世でどんないいことをしたらつぐみんな隣でお絵かきできるの。かわいい、そんなこと思ってくれるの。え、でもさ、絶対楽しいよね、同級生だったら。一生授業を聞かない自信ある、ずっと一緒に喋ってて。ね、
しそう絶対。いやー、ああ先生の口癖数えてた、懐かしい。いやー、なんか一回ねそれを気になってしまうともうずっとそれしか耳に入らなくなるよそう、すごいね。私のあの担任の先生ではなかったんだけどね、あのねっていう先生がいたんですよ会話の途中途中に絶対ねねっていう先生がいて、で友達とあの先生ってめっちゃねって言うよねってなって、次授業で来た時数えてみようって始まってそう、そしたらもう授業なんて全然入ってこなくて、もうねばっかり集中しちゃってノートに正方形書いてた最低だよね。のもう書き写すよりもそっちに集中しちゃって、で先生に見せた時に謎の正方形がいっぱいあるってでも先生まさか自分の口癖をこう正の字でされてるなんて知らないからすごい不思議そうな顔してた懐かしい。やんなかった、みんな正の字でさって数数えてくのよ。あ、ごめん正方形って言った、私間違えた正の字、正の字、そう正の字でこうやって書いてく懐かしい。そう間違えた、正の字でしたそう間違えた、そうだからめっちゃ正の字書いてあるみたいな、懐かしい。やってたな、口癖とか癖強い先生って絶対いたよね。いやー懐かしいな いやー戻りたい小学校小学校楽しかった、戻りたいな。もうね今以上に何も考えてなかったゆるく生きてたわ、今も何も考えてないけどこれ以上ってことはもう相当だよそう、いや戻りたい、戻れるならば戻りたいですいや懐かしいな。早弁はねさすがにしてなかった、そう早弁の時代がねなかったのよ。そうなの、早弁でも憧れてたの、こうやって教科書に隠れて。あ待って、あと10分ありがとう、お時間、え朝もうそんな時間だったごめん、もう懐かし話で終わっちゃいそうだよね懐かしい、いや今日はちょっと昔懐かしいな配信でした、懐かしいな本当に。ちょっとみんなの懐かしいエピソードまた教えてください。うん、うわあ懐かしいな、すごいね、あともう10分しかないんだって、早い、もう50分経ったのやばくないか一生この話で、いやあ懐かしい懐かしい、そう小学校の時はねまだ寝てなかった、中学校からかな、やっぱりねあの劇場がたくさん続いた時があって、その時はねめっちゃ寝てた授業中そう懐かしい。中2の時の英語の先生はなぜか授業をせずに歌を歌ってて終わってて、それが他の先生に呼ばれて異動になってた何それめっちゃ陽気な先生じゃんいいなすごいね、もう生徒側みんな困っちゃう、えなんか歌ってるよみたいなかわいいね、先生癖強い先生いっぱいいたよね、懐かしい。元気かな皆さん、会いたいな。そう鉄人時代、鉄人時代はね
あの夜公演があるときはいつも3時間目で早退してました。懐かしい。すごいね、そう嬉しかったのが3時間目で必ず早退するあれだったんだけど、帰るときにいつもね教室からあのつぐみーって言ってみんな手振って送ってくれるのであのなんていうの、私の中学校ってこう玄関があってすぐなんていうの窓がこうバーってなってるから、こう私が玄関から出てるのが教室の窓からとか理科室の窓からすごい見える感じで、すごいねつぐみーんってみんな手振ってくれるのが嬉しくてそう、なんか同じクラスのみんなもそうしてくれたのが嬉しかったんだけど、後輩ちゃん1年生とか2年生の子もしてくれるのがめちゃくちゃ嬉しくて、なんかアイドルな気分だありがとうみたいな嬉しかったな、めっちゃ嬉しかった、それが思い出ですそうみんなあったかかったな、本当になんかいい子しかいなくてみんな優しかった。そうお見送りしてくれてた。好きやからって叫ぶ人いましたか好きやからはいなかったな、さすがに100% ねそちら側の方ですよね、だとしたら面白いな、いや懐かしいな。ああと6分だよ、ありがとう。そうだね、スクショしよう。そうだね、本当にもうなんか一生こんな話してて大丈夫だったかしら、みんなごめんね、楽しかった私がすごい楽しんで終わっちゃったじゃあメイクを直そうと思います。懐かしいな。そう先生もね本当にあったかくて、もう学校行くたびに「おいおぐまあれ見たぞ」とか言ってくれる先生がいて本当にもう大好きだったな、中学校。小学校も中学校もあったかかった、高校もあったかかった、恵まれてしかないね。いやー戻りたいな。よし、キップを塗りましょう。うん、よし、あとはどこを直そうかな。あそう新しいアイシャドウ買ったで急に報告やばい、そっか割ともう時間ないんだっけ、急がなきゃ、こんなのんびりしてる暇はないのか。よしよいしょ、毛がだいぶ湿気ですね。よし、じゃあスクショタイム何がいいかな、ちょっと毛をアピールしよう。わー流れ星伝わるかな、白めっちゃ白飛び、すごいね、いい色すぎて伝えたい、太陽光。お、ウインク、いきや、せーの、ねえ、ねえ、
さんはウインクね、涙袋のストレッチ最近サボってるなって今思い出した、うん、そう、太陽光に当たるとめちゃくちゃいい色なんですよ。あ、パジャマの鬼ダサポーズいいね。本当にポーズのセンスが皆無すぎるのよね私。こんなポーズしてたよね。なんかそのパジャマのこのひらひらがすごい可愛いパジャマだったのよ。だからそれをどうしても見せたくて、こうやって頑張って手伸ばしてくれて。ダサい。そう、あとはじゃあどれたかな。よし、そう、フランフランです。見て見て、かわいいよね。じゃあ、ランキングをめっちゃ急だけど、ランキングを読もうと思います。あー、今来たって子も、ありがとう。これからちょっとランキングを読みますね。じゃあ、読みます。じゃん、純3位が茨城のゆきさん、ありがとう。嬉しいです今日は。12位がお、ボーさん、嬉しい、ありがとうございます。嬉しい嬉しい。そして11位がお、エルトさん、ありがとうございます。嬉しい。10位がお、エイキさん、ありがとうございます。嬉しい、みんな嬉しい。9位がお、リョータ、嬉しい。嬉しいってめちゃめちゃありがとう。そして8位がおケイ、嬉しい嬉しい嬉しい、ボットになって、嬉しい、ありがとう、嬉しい本当に。7位がリュウさん、ありがとう、嬉しい。7、6位がお、前田さん、嬉しい、ありがとうございます。そして5位がお、ゆきさん、嬉しい、ありがとう、ショールームを見てくれてるの嬉しい。4位がお、AC カツさん、お、おぐまつ組アバターだ、嬉しい、ありがとうございます。そして3位がマッチョさん、すごい、ボタだ、かわいい、ありがとう、嬉しい。3、2、そして2位がダイちゃん、嬉しい、ありがとう、見てくださってお忙しい中。そして1位が、あ、干からびたおじいちゃんだ、マメゾンさん、干からびたおじいちゃん、ありがとうございます、嬉しい。ありがとう皆さん。そしてランキングじゃないみんなもたくさん見に来てくれて楽しかったです、ありがとうございました。嬉しい、見てくれて、みんな見えてますよ、バッチリ。まだハングル文字が来てる、ありがとう、アニョンハセヨ、嬉しい。また近々、次いつかな、来週とかになっちゃうかな、配信しようと思うので、またその時は見てください。以上、クラカミオグマでした。すごい自己紹介の締めみたいになっちゃった。じゃあ、あ、そうだそうだ、もう一つ、あの LINE ミュージックさんで今月のプレイリスト今日公開されたので、みんな絶対聴いてください。最高の夏曲詰め込んでます。また後でストーリーにも載せますね。ありがとう、みんなゆっくりお休み、平日1週間お疲れ様です。